今回ご紹介するのは鹿児島市交通局の脇田停留場です。当停留場は2面2線の相対式ホームを持つ地上駅で、隣接して踏切があり、各ホームとの行き来は電車が通過中でない限りいつでもできます。当停留場は無人駅で、乗車券などの販売は行っていません。市バスと市電との乗り継ぎ割引が行われており、市バスは市電のホーム横から発着しています。当停留場は1912年12月1日に鹿児島電気軌道により設置され、1917年に現在の位置に停車場の位置変更が行われています。
ご視聴ありがとうございました。